ゴールデンアックスね、ワン、ツー、スリーね。全部入ってると。豪傑実録。あ、メガドライブ版の豪傑実録はやったことないな。やってみようか。やってないですね。そういえば。持ってないですね。はい。まあ、ハードになってるんや。あ、違うな。真ん中になってるね。時間無限にしときます。メガドライバーは初めてですね。スーパーアミコン版やったことありますけどね。はい。これですね、僕はいつも使ってるの。いい。レイジか。勝てそうだよね。勝ちました。イエーイ。この二人は確かライバル同士じゃなかったでしたかね。設定としては確かに。空手対マーシャルアーツって感じで。やばいやばい。あ、負けた。あと10分ぐらいでちょっと停電しちゃいますね。うん、まあとにかく経験するまでやりますけど。もう停電してもう午後4時ぐらいまでね、ずっと停電してしまうんでね。よいしょ。あ、クリアしました。倒しましたね。あ、これは、このね、恋人ですね。うん。このキースのね、恋人です、これ。恋人にも容赦はしないと。あ、でもやるな。あ、ピョッタ。に倒しました。なんか鳥の鳴き声みたいな断末魔やったな。飛び道具の技どうやって出し方忘れたな。ダメやったっけ。あ、出た出た。これもね、ためですね。ため系ですね、この技ね。あ、投げられた。当たれへんや、全然。当たったら結構強力なんです、この技。当たらへんな。危な。はい。悪く思うねお嬢さん。今度会うときは手加減してやろう。あ、これ主人公のお種かな、お梅かな、どっちかな。お種の方でしょうね。お梅が確かラスボスだったと思うんで、このゲームは。お種ですね。お種が主人公なんです、このゲームのね。で、お梅っていうのはね、姉妹の
あの双子の兄弟のお梅っていうのもいますけど、それがラスボスなんですよね、このゲーム。おお、強いな。あれは強い、やっぱ強いわ、お金は。ばあさんが主人公っていうのが衝撃的でしたよね、この今月のシリーズは。うわ強いわ、やばいやば、気をつける。うわ強い、うわ強い、ゲームオーバーですね。あ、若返った。うん。ゲームオーバーですね。はい。はい。いや、なかなかね。